大栓，你刚才说你冒着掉脑袋的危险见我，有那么夸张吗？一点都不夸张。上司今天布置重要任务，下达完任务，任何人不得离开军营，围着枪毙呀。那家都不让回，那当然。事关委员长的安危，有一点差池，那可不得了。我……哎，咱不说这个，吃饭。 还说喜欢我呢，连说话都防着我。没有啊，曼丽，我没防着你啊，我可以把命交给你。那刚才说委员长的事情，你还吞吞吐吐，还说可以把命交给我，我才不信呢。好，我告诉你，后天委员长要参加中外记者招待会，我们负责沿路的安全保卫。你想，这是不是关系到委员长的安危呀？ 那你负责哪一段？你管这个干嘛？人家不是关心你吗？现在南京这么乱，一旦你有事，我怎么办啊？哎，这个你就放心。委员长的车队从中山路经过内桥到中华路，我的小队呢负责内桥到中华路这个路段，没有复杂的。 也很安全，你就放心了，我没骗你。啊，那我就放心了。来，坐下吃饭。来，大栓。聞いたぞ。今日襲われたらしいな。はい。ちゃんと発戦してます。私の考え不足です。今後、町に顔を出しません。うん。犯人は捕まえたか？突然で、かなり危険でしたが、石郎さんの部下たちに助けられて、無事でした。石郎大佐？はい。彼の部隊は全滅したのでは？ 供養で作戦した時、武器輸送のため生き残りました。丹陽へ本隊を探す間に私と出会いました。他の中隊に送るつもりです。武器輸送？君はどこかおかしいと思わないのかね？石郎君に弾薬を分けて一部を隠す習慣があったのかい？たとえ生きて帰ったとして、すぐに報告に行かなくて 街でうろうろしていて、しかも君を助けたとは。しかし偶然すぎると思ったんですけど、それ以上あんまり考えられず、すみませんでした。ああ、犯人の死体は手がかりはないのか？兵士たちが助けに来る前、二つの死体が彼らの仲間に奪われました。 それはなおさらおかしい。東川君、今は緊急事態だ。我々の相手は必ず手段を選ばずに潜入してくるぞ。わしの命令だ。石郎の部下であれ敵であれ殺すしかない。今すぐ。はい、今すぐやります。
おい、小野大将か。午前私が連れてきたあの三人、今すぐ逮捕しなさい。全部射殺するんだ。東川府、中国のことわざで備えあれば憂いなし。我々はあらゆることに気を配り、安全を確保するのだ。勉強になりました。これから十分に気をつけます。通行証をどうぞ。止まれ。お前ら何者だ。東川大佐殿の部下です。部屋のものを運び出せと言われました。知らない。顔ばかりだね。お、国内から来たばかりで、大佐殿と同じ出身で東京から来ました。はじめまして。わかった、入りなさい。でも他は外で待て。すみません、運ぶのは棚になりますが、私一人では運ぶことができません。わかった。早くしろ。私だ。何？部屋にいない？早く出かけて。まだ帰ってこない。中将殿、急げ。人を連れてオフィスに行くぞ。はい。两下子就没有我打不开的锁。抓紧时间找。你整过带密码的？我来。你不是什么锁都能开？这破玩意儿都没有眼儿。那密码锁？他们在里边放了炸弹。这种密码后如果没有打开的话，我觉得一分钟内肯定会爆炸。老夏，那你一分钟能？
将軍閣下、大佐閣下、佐賀君、今まで異常がないのか？ありません、大佐閣下。さっきあなたの部下があなたの命令であなたの部屋に行き棚を運ぶと、もうすぐ終わると思います。ご安心ください。私の棚？そうです。しかし知らない顔ですが、国内から来たばかりなので閣下の同郷と言ってます。バカ、わしのところから情報を盗む気だ。早く立てしろ、対応しろ。ついてこい。大佐閣下、大佐閣下、大佐閣下。将軍、大佐閣下が。わしが設置した爆弾が役に立ったね。調べてくれ、三人の死体を探し出せ。はい。報告です、将軍。死体が一つも見つかりません。何？爆弾でも殺せない？出入り口と町を封鎖しろ。必ず生け捕るんだ。はい。城门关了，咋出去啊？没事儿，咱穿着日本人的衣服，直接混出去。没有口令，光凭这身衣服不行啊。城门的守卫不多，流动岗哨的间隙比较大，凭咱们的本事出去还是问题吗？走。油断するのは敵を助けるに値する。東川は油断のせいで命を落とした。幸い肝心な情報が漏れなかった。今後
警戒レベルを高めろ。慎重すぎても誰にも責められない。わかるか？はい。ただ今の報告より供養は攻め落とされた。敵の大部が殲滅されたが、生き残りは供養の郊外に逃走中と言われる。わしが見るに敵軍の最高司令官も郊外にいる。供養にたどり着きすぐ探し始めろ。可能なら生け捕りだ。敵の最高司令官を捕まえれば敵の士気もプライドも粉々にできるぞ。はい。すぐ準備しろ。供養へ進軍。はい。鉴于时局的发展，组织上决定撤销联络点。你如果有什么重要的情况，可以随时电告组织。这里是我们最后一次碰面了。怎么了？有问题？他们可能已经知道我真实的身份了。什么？那你已经暴露了？我猜可能是我上次去日本军部到你必须马上撤离。能听你夸我这么一大通，我也挺值的。放心吧，没事。秦颖，马上撤离！不行，要走一起走。恐怕来不及了，你必须趁他们完全包围这里之前，提前离开。放心，我还没有完全暴露。走，小心。走啊！走啊！如有反抗，立即击毙！是。正要跟您汇报，他又去了上次那个地方。
找人吗？剧本的，一律枪毙。带走，走。周队。站住！你们是干什么的？特别行动组的。把枪放下。他是我们罗队长，我们奉命来的人。我们也是奉命。什么奉命？他是我们罗队长，怎么？你们连他也敢抓？不是，我们什么我们你们的？行了，回头我们少长官会跟你们王司令沟通的，其他。不用你操心，罗队长，请。哎，这人的忠诚应该是忠诚于自己的。情報は大丈夫か？ご安心ください。間違いありません。明日の朝9時頃、向こうの委員長が神前レセプションに顔を出します。レイさん、明日の行動が成功すれば、帝国第一の英雄になるよ。おめでとう。褒められて申し訳ないです。あなたの言う通り、内橋から中華路までの道はここが一番いいんだ。内橋の下に直接時限爆弾を設置すれば。ずいぶん楽になりませんか？バカモン、橋を通る確かな時間は測定不可能だ。時限爆弾でお前らは自爆する気か？向こうの警備員は早朝8時に例の場所に着きます。諸君、天皇陛下に大手柄を立てる時期が来たぞ。必ず成功させましょう。ご安心ください。隊長、共に滅びたとしても今回のチャンスを生かします。よし、計画について詳しいことを今すぐ本部に報告しに行く。成功にしてもやらなければならないことはいっぱいある。急ぎで準備し、計画通りにしろ。はい。
行啊，小刘，隐藏的不错，连我们都没看出来。还行吧。发现什么情况没有？哦，大皮鬼子正从丹阳向巨龙方向游动。从监听的电报上来看，巨龙应该已经陷落了。立刻监听电台，七三九兆赫。是。什么情况？有大情况！我院长明天早上要出席一个记者招待会，但是路线已经被潜伏在南京城的日军神风刺杀队知道了，他们要在那一桥设伏。咱们必须立刻通知南京方面。对，给南京发报。不行，这会战事紧张，电报太多了，万一没能引起重视的话，出大事了。军姐说的对，事关重大。我们一定要不能大意，我们必须立刻进入南京。小刘，到，回居荣，告诉师座这情况。如果居荣陷落了，你见机行事，立刻进入南京城。事不宜迟，分头行动。明白。好像是自己人，怎么了？云斌，老夏，你刚才为什么不让我叫他们？看看我们这身衣服，看来咱们已经出了敌占区了，得想办法弄几件国军的衣服。走。才能到啊！照这个速度，咱们时间上恐怕来不及了，那就加快脚步。
我们当中重要情报比你重要，情报比你重要。对不住了，兄弟，让车。 停站了，没油了，环境离得也不远了，走。喂，少雄，真没想到啊，这行动组的精英骨干分子罗天强。 竟然跟乱党有染，真是人心隔肚皮呀！有染没染，我不清楚啊。我只清楚，他曾无数次的深入国军，击毙了至少十几位日军的重要将领。可以这么说呀，他的作用相当一个军的作战效果。那倒是事实，不过，你也知道，委座最痛恨的是什么？这小子，他竟敢蒙。 少兄的法眼，啊，以至于到现在，委座还迁怒于你呀、啊。王兄，我只想强调一句话：苟利国家，生死以；岂因祸福，必趋之。少兄，真是雄才大略。放心，我会尽力在委座面前解释这件事。那就多谢王兄了。哎，咱们兄弟，客气什么呀？ 有什么事儿，我会及时通知你。不过，少兄啊，委座现在在气头上，您可得做好思想准备。我明白，谢谢。 曼丽，你不是说要把命交给我吗？
报告，卫职刚刚检查过，引线保卫工作已经布置完毕，没有发现异常。好，知道了。 通知卫队，可以出发了。